皆さんこんにちは、こういちです。今回は秋葉原でフォトウォークしたいと思います。最近 iPhone 16 Pro に変えたので、今回は写真も動画も iPhone 16 Pro で撮っていきたいと思います。 13mm の超広角から 120mm の望遠までをこの小さなボディでカバーできるので、特に望遠側をたくさん使って写真を撮っていきたいと思います。画質の参考にしてみてください。このシーンは 4K60p のスローモーションで撮っています。簡単に滑らかな映像が撮れます。雑に歩いてもかなり手ぶれが効いてて、アクションカムいらずです。空の青もサイドが強すぎず綺麗です。白飛びも黒つぶれもせず綺麗に撮れています。写真の下には焦点距離も載せていますので、どのカメラを使っているかの参考にしてみてください。壁のリフレクションを入れつつ、こちらから望遠で狙っていきます。中央通りを標準カメラで撮ります。すべての写真はローで撮って、ホワイトバランス、露出、コントラスト、サイドはいじっています。ですがいじらなくても十分に綺麗に撮れます。一眼カメラに比べるとセンサーサイズが小さいので、拡大すると解像感とかノイズ感が少し怪しかったりしますが、ここまで綺麗に撮れれば十分ですよね。この日は iPhone と Apple Watch を売りに来ました。店の近くの路面ではコンデジが売られていて、多くの人が手に取っていました。結構色が綺麗に映るんですよね。ただ少し暗い部分のノイズ感は気になります。コンデジやっぱり結構流行ってるんですね。GR4 の噂が最近出ていましたが、スペックはまだ分かりませんが、出たら私も欲しいなって思ってます。1インチ以上の新しいコンデジなら GR じゃなくてもいいんですけどね。色周差は多少出ますが、ロー現像時にレンズプロファイルを当てればほぼ目立たなくなります。ここから2種類のカメラで撮っていきます。まずは 24mm、 次は 120mm です。もしかすると望遠カメラはちょっと白飛びしやすいかもしれません。撮影時白飛びしないように露出に気をつけましょう。やっぱり 24mm で撮った方が白飛び黒つぶれしづらいので綺麗に撮れる気がします。24mm でもきつい周差は出ていないので、建物も綺麗に撮れます。だいぶ暗くなってきたので、これから夕焼けが見れそうな場所に移動したいと思います。これ結構好きな写真です。ちょっと暗くなってくると歩き動画は辛くなってきますね。ただ夕方でも写真は十分綺麗に撮れますね。映像がガクガクしちゃうのはシャッタースピードが遅くなったからだと思うんですけど、どうすればもうちょっと iPhone がシャッタースピード速くしてくれるんでしょうね。露出下げてあげればいいんですかね。これから日が沈むのも早くなりますし、ナイトスナップもしたいと思っているので、フォトウォーク動画用に iPhone を使うには少し試行錯誤が必要そうです。ビルにモアレが出てしまっています。解像度高い場所を撮るときにはモアレ覚悟で撮りましょう。拡大しない限り一眼で撮ったって言われてもわからないですよね。ただデータをいじっているとき、ライト周辺は結構デジタル処理されてるなって印象を受けました。こういう細部のディテールはコンデジや一眼にはかなわないですね。こちら側の道を通ったのは初です。車のライトや電灯の影響で少しゴーストが出てしまっています。この写真、鉄柱の上に月が乗る角度で撮ればよかったです。失敗しました。
ISO が高いと看板の光の広がり方が不自然だったので、 120mm のカメラを夜景で使うのは避けた方がいいかもしれません。それでは最後に写真をご覧ください。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。